画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。堕落の介入。なんだっけ？アーティストか。まあ、アーティスト相手にはギデオンは。アーティスト相手のギデオンはサバイバーが有利と言われています。向こうに行く。で今日は動画出してるのが堕落月曜日だと思うんですけど、まあ普段ねパークルーレット堕落ばっかり月曜日に出しているんですが、まあ今週はアップデートが入るということでね、月曜日、そして金曜日はね、普通の動画回となります。まあアップデートが入った直後にね、そのアップデート動画出せるかわからないんで、まあ、今日中になんかサバイバーは何本か取りためはしときたいなと思っているんですが、あれ何本かカラス飛ばしたんで、あーでもあれか、板とか倒したら排除されちゃうから、うん、あれカラスぶつけられるときついぞ。さあしかしうまくチェイスをしている。カラス払いのける。うまっ。よいしょ。うまいね。クレア来た。さすがに蹴るでしょう。真下。あー、ここにないのか。下はこの恵みギデオンめっちゃ強いんですけどね。恵んでおいて。なるほど。よいしょ。さあ回復して、まあ向こうに癒しのあるんだけど、フレアが向こうの方でチェイスしてたらね、もう分かるっていう特典付き。向こうに行ってないのか。どこでチェイス、向こうの方かな。心音も聞こえてないし。あ、そっちね。うん、注射器えぐ。倒しまーす。ちゃんと触ってる。クリアがそこの庭でチェイスしてくれてるんだったら、ここしっかり回しきってしまいましょう。デッドロックないみたいな。ナイチェ？共鳴する普通ついてる。あ、ごめん。まあ、あるあるよな。デッドバーあるある。
みんちゃん、それあのカラス飛ばされたらわかるからな。あ、こっち来てくれ。通らして。奥行く。地雷はか。消えてしまう。キャッチャー痛いな。カラスでバレるんですよね。カラス出してたっけ？出してなかった気もする。足遅かった今。なんか足の速さが通常とは違った気がしたんだけど、気のせい？あ、ナイス。真ん中ついた。まあこれはもう通電は不可避でしょう。あれ一度で二度おいしいアドオンだね。近くにいる人まで巻き込むやつだ。2人ともちゃんとロッカーで解除。ただミンちゃんが煮釣りなんだよね。通電はすると思うんだけど、ミンちゃんが死ぬかも。ライト、あ、ナイスすぎる。え？見に来ただけよ。見に来ただけよ。何だったんだろう。真っ向勝負決めたい人だったのかな。1試合でそのキラーを3回スタンするみたいなアーカイブもあったんで、それやってた可能性は大いにある。知ってたここ。あ、まあいけるやろ。よいしょ。というわけでね、まあ、今週ついにアップデートが来るということで。
ちょっと今のうちに貯めとこうかな。ちょっとね、アップデート後は、いろいろ動画前後すると思いますが、アップデート前とアップデート後なので、はい、楽しみですね。共鳴、シビと、斬新。ああ。あれ、一度で二度美味しいやつじゃないの？二発出してたってこと？角部屋のカラス。そうだよな。あれ、当たり判定1個しかないから、2個を出してたんでしょうね、多分ね。ああ、なるほど。で、ああ、スタンアーカイブだな、多分。という感じの、はい、サバイバーでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。